皆さんこんにちは。今日の動画は徳島県三好市の大ボケから発信します。大ボケ観光遊覧船に乗ってみたいと思います。いろんなお土産があります。うわ、塩けんぴ、これを食べ出すと止まらなくなります。それでは気分を変えて出発します。四国三郎の異名を持つ徳島吉野川は水量が豊かで流れが速く、両岸から急峻な傾斜面と岸壁が迫ることから、 V 字谷の一帯は古くから大ボケ小ボケの名のもとに通行の難所として知られています。大ボケ橋はその間近に見える美しい岩石や V 字谷の様子から日本列島の成り立ちがわかる全国的にも貴重な場所として、国指定の天然記念物名勝に指定されています。大ボケ橋の両岸の岩石は2億年前から1億年ほど前に海底深く作られた岩であり、その名を結晶片岩と呼びます。動物の形のように見える岩がいくつもあります。日本三大暴れ川は利根川、坂東太郎、筑後川、筑紫次郎、そしてここ吉野川、四国三郎です。台風の時は水量が増え、この岩すべてが隠れてしまうほどです。この硬い岩でできた地層が約2億年の月日をかけ隆起しながら吉野川に浸食されたことで大ボケ橋は形成されたのです。徳島に来たならぜひ大ボケに行ってみてください。